競争馬は競争用に改良された馬。競馬の競争に用いられる馬の総称。以下、競争馬に関する様々な事柄に関して記述する。なお、競争馬の決闘や配合に関する事柄については、競争馬の決闘参照のこと。競馬の例明期においては競争馬という専門的な品種は存在せず、日常的に常用馬や、 農工場として用いられていた馬が競馬に出走していたが、やがて競馬が専門化すると競争用の馬種が模索されることとなった。イギリスでは、アラブ種を改良したサラブレッドを普及させ、現在世界各国の平地競争や、障害競争ではサラブレッドが主流となっている。また平地競争でも1、4マイル程度の短距離で行われるクォーターホース競馬も、 アメリカを中心に人気が高く、つなぎが速歩競争では、スタンダードブレッドが用いられている。このほか、日本独自のバンエイ競争では、ペルシュロンなどの大型馬を根血化した、日本版形種という独自の馬種も存在する。なお、戦後の日本の平地の競馬競争では、地方競馬を中心に、アングロノルマンやアングロアラブなどによるレースも行われたが、現在ではいずれもレースが廃止され、 これらの種は日本では生産されていない。また、つなぎが速歩競争もかつては中央、地方で行われ、そのためのスタンダードブレッドの生産も広く行われていたが、これもつなぎが速歩競争の廃止により、生産規模が縮小し、現在では同等地区で細々とアマチュアレースが行われるのみになっている。なお、かつての日本においては、 馬資源の不足などの理由から品種を問わず平地競争にも用いられていたここでは主に日本での競走馬の生産育成の過程を記載するバレエについては2001年以降の新表記で記す日本はアメリカ合衆国オーストラリアアルゼンチンアイルランドに次ぐ世界第5位のサラブレッド競走馬生産国で北海道の日高地方青森県 岩手県に競争場を生産する牧場が多い。万栄競争の重種場では、北海道の各地で生産されている。種付けとは、種母場と繁殖品場を交配させ、繁殖品場を妊娠させること。一般に、毎年春に起こる品場の発情に合わせて行われる。なお、サラブレッド及びアラブ種では、他の家畜では、一般的な人工受精によって競争場を生産することは、 国際決闘書委員会によって禁止されている。スタンダードブレッドやクォーターホースは人工受精が許可されているが日本で競馬目的に生産されることはない。馬の妊娠期間は約330日でそれ以上の例もある。出産時期は2から6月頃である。生まれた子馬は出産から約6ヶ月で母馬から強制的に引き離されると呼ぶ。 母馬から子馬を引き離す方法は牧場によって様々だが一時的なものとはいえ離乳により母馬、子馬の双方が受けるストレスは少なくない。そのため最近ではストレスを軽減する目的で、ヤシロ大グループなどでは放牧地で子馬が母馬から離れて子馬だけのグループを形成するようになるのを待って母馬を引き離す方法を採用しつつある。 競争馬として扱われることに馬を慣れさせることを、順地、または、ブレーキングという。最も初歩的な順地は、人間の存在に慣れさせることであり、これは一般に、牧場で行われる。一切になると、バグの装着に慣れさせることに始まり、最終的には、人間が騎乗することに慣れさせる。つなぎが速歩競争では、側台風あるいは、 車体符で人を乗せたつなぎガシャを引っ張れるように準備する。旧車に入る前のコ馬に対し競争馬としての基礎的なトレーニングを積ませることを育成という。競技の育成は1歳後半から2歳の前半にかけて育成牧場で行われる機乗準備、機乗訓練、調教を指す。抗議の育成は 誕生から離乳までの間にある子馬に対して人とのスキンシップに慣れさせるプロセスと、当歳の終わりから一切の後半にかけて行われる人とのスキンシップに慣れさせつつ行われる初期の基乗順置を含む、中期育成の段階で昼夜放牧や競り順地を行う。1960年代以前は一部の大規模な生産牧場を除き、生産牧場は文字通り生産のみを行い、 競争場は、旧車で順地、育成、調教が施されていた。1970年代入ると、馬産地や中央競馬トレーニングセンター周辺にある、育成牧場で順地、育成が行われた後で旧車へ送られる、競争場が増加していった。1980年代に入ると生産牧場から、直接旧車へ競争場が送られることはなくなり、すべての競争場が、 育成牧場を経由するようになった。また、中央競馬所属の一部の競争場については、馬産地の育成牧場とトレーニングセンター周辺の育成牧場との間での役割分担が成立し、生産牧場馬産地の育成牧場、トレーニングセンター周辺の育成牧場給車というプロセスで順置、育成、調教が行われるようになった。 このプロセスは1990年代以降、日本の競馬界における一般的な順地、育成、調教のプロセスとなった。競争馬用の馬は当初は生産者が所有するが、やがて馬種によって購入される。一般的な時期は、生まれた直後から2歳にかけてである。購入方法は競り位置による場合と、生産者と馬種の直接取引による場合とがある。欧米では、 セリーチでの取引が主流である。馬によっては引き続き生産者自身が場所となり、競争に出走させる場合もある。購入に関しては、馬主や生産者と関係が深い調教師や家畜商が仲介したり圧旋したりする場合も多い。また、日本においてはあまり一般的ではないが、ピンフッカーやコンサイナーと呼ばれる業者が介在する場合もある。 ピンフッカーは例災内し一歳馬を購入して育成や調教を加えて市場価値を高め2歳時に高値で転売することを目的とする。コンサイナーは生産牧場から馬を預かり競り市での見栄えを良くするために育成、調教、さらには宣伝を行って高値で売却されるよう活動する。日本では育成牧場の経営者がコンサイナーを営む場合も多い。 日本中央競馬会には、かつては生産者から、自らが購入し、育成した後に抽選で場所に販売する、という抽選場の制度もあった。現在は、法改正に基づきこれを改める形で、購入して自ら育成した後に、競り位置で販売するという制度を行っており、ピンフッカー的なものに移行していると言える。競争場として登録され、デビューに備えて、管理に当たる。 調教師の旧社に預けられる。入級の時期は一般に2歳の春から夏にかけてである。なお、競争に出走するまでに競争場名が決定する。競争場名に関するルールの詳細については、競争場名を参照のこと。日本においては2歳の春以降、競争に出走することとなる。なお、出走に際しては、ゲート発送検査など、 競走馬としての基本的な能力を確認する検査があり、事前にこれに合格した馬のみが出走可能となる。逆に、驚異的な潜在能力の高さで話題になるほどの馬であっても、ゲートを嫌がるなどして、発想検査を何度繰り返しても受からず、ついに競走馬としてデビューできなかった例も存在する。地方競馬の場合、新馬は能力試験、転入馬、休み明けの馬は、 調教試験として実際にレースと同様に走行して問題なく発送、走行ができるか一定の距離を定められた時間設定の範囲内で走る能力があるかも確認される。一定の期間は出走経験のない競争場のみが出走することのできる競争が主催者によって用意されるが日本以外では新馬戦という競争ではなく未勝利戦と呼ばれる。 未勝利場による競争が一般的である。競争生活は一般的に5歳前後まで続く。なお、競争を重ねるにつれて、個々の競争場の能力や適性が次第に明らかになる。当然ながら、成長には個体差がある。JRA における最小体重優勝は2019年9月28日のメロディレーンの3 3 8キログラム 逆に3歳で6 0 0ラムを超える競争馬もいる。競争馬の故障、疾病に関する詳細については、故障を参照のこと。競争馬の巨勢オスの競争馬について、競争時に興奮しやすい難点を抱え、これが競争能力を妨げていると判断された場合、気象を穏やかにし、能力を発揮しやすくするために巨勢がなされることがある。この巨勢されたお馬は、 馬として区別される。巨勢によって能力が開花する馬も多く見られるが、一方で巨勢によって繁殖能力を喪失するため、競争の主目的として優秀な繁殖場の選定を謳っている、クラシックなどの一部の重要な競争について出走権がないという制限がある。また、特に障害競争においては、ボバは巨勢しないと危険であるとされる。イギリス、フランスや、 オーストラリアニュージーランドなど、障害競争を有する多くの国では、障害馬は、ほとんどが馬である。しかし、日本においては障害馬でも虚勢されないことが、圧倒的に多い。香港のように競馬は存在するが、馬さんがない地域では、気象が荒くなくても虚勢されることが多い。アメリカやイギリスなど、馬さんのある国でも、繁殖能力選定競争である。 クラシックレースで活躍できなかったり、一定の年齢を過ぎても能力が開花しなかったり、すると多くの場合虚勢される。日本では馬の活躍場にレガシーワールドなどがいる。なお、馬のお語りと書くのはご表記である。そのだけ馬上の誘導馬、マコーリー競争馬が引退する時期については、種母馬や繁殖品馬としての期待の大きさや健康状態、 馬種の移行など様々な要因が作用する。なお、現在の日本においては、競争生活を引退した後にトネボ場、または繁殖品馬として参考を生み出した馬が、再び競争馬となることはできない。競争生活を引退した馬のその後の用途、生活としては、などの選択肢がある。この他に、馬種の買い馬になったり、生産牧場や観光施設などで、 功労馬などとして買われたりする場合もある。また、乗馬の一部であるが、相馬や馬追いのような伝統的な馬事文化が存在する地域や草競馬が盛んな地域では、これに参加することを目的とした個人に繋ぎようされる馬も少なからず見られ、その多くは元競走馬である。日本における競走馬登録抹消の主な理由は以下の通りである。一位の事項は、 地方競馬のみに存在するシステムであるが、これには大きく分けて2つの理由が存在する。定年制度は、南関東地区など一部の競馬場が定めているが、定年を迎えた馬であってもまだ競争で交渉部が可能と判断された馬の場合、競争馬登録を抹消せずに、北海道競馬などの定年制度を定めていない地区に転籍して現役を継続することが見られる。 不出走によって自動抹消となるまでの期間は競馬場ごとに多少異なるが多くは2年程度である。また、1年以上出走していない競争馬については毎年4月と10月の2回、馬主などの関係者に出走継続の意思の有無について確認を行い、出走意思がある場合は関係者が所定の手続きを行うことになるが、この手続きによる 意思表示が確認できなかった馬は時効による自動抹消の対象となる。後二者は、いわば再利用という形で、第二の人生を歩むことになるが、時効を迎え、もしくは十分な競争能力がないことが判明し、かつ引き取り手のいない馬の場合には、日本やフランスなど、馬食文化が存在し、馬を飼っておく場所が限られる国、地域においては、 かなりの割合が食肉として処分されることになる。乗馬などの場合においても、サツキ商馬ハードバージのように支援馬として酷示された、結果停止した例もある。また、競争オーバーを乗馬に調教するためには少なからぬ手間と、費用を必要とし、調教が成功したとしても初心者に乗りこなすのは、難しい。日本においては、名目上乗馬に、用途変更された馬であっても実際には、 消息不明になることが多く、その大部分はやはり屠殺されていると言われる。軽手話の統計上、用途変更に関する統計は存在するため、競争用から常用、私役用などに転用となる数は明らかだが、食肉用という分類が存在しない。肥育用という分類は存在するが、肥育用場の統計には、馬の種類の区別がないため、 競争場が最終的にどれだけ食用になったかを示す統計は存在しない。なお、JRA が海外に居住しながら JRA の場所登録を行う本邦外、居住者場所申請者向けの資料によると、日本にはフランス等と同じく馬肉食の文化があり、引退した競争場についても一部加工食品の原料として利用される場合もあります。と明記しており、 これまで公然の秘密であった引退後の競争馬の食肉用途への転用が間接的ではあるが JRA も認知していることが裏付けられる。欧米においては馬に余生を安楽に過ごさせるための牧場が設置されているが経済的問題や用地、人材確保の問題があるためこういう場所で余生を送ることができる馬はごく一部に過ぎない。 日本でも引退競争場のファンが集まる日本、サラブレッドコミュニティクラブが JRA 立党トレーニングセンター近くでアニマルセラピーなど引退競争場との交流を行う施設 TCC パーク立党の開設を計画している。アメリカは国内での屠殺は馬の頭数を考えれば比較的少ないが実際にはアメリカ国外に移送してから屠殺されているという。近年、 アメリカでは屠殺及び屠殺目的の輸出を全面的に禁じようとする動きも見られる。オーストラリアでは競馬統括団体が馬種に対し競争馬が引退した後の計画を報告する義務を課しているほか、ニューサウスウェールズ州などではすべての競争馬に引退後の引き取り先を用意するよう定めている。しかしながら引退後の引き取り先から行方不明となる馬が 半数近く存在すること、多数の元競争馬を食肉として処理する施設が存在し、国外へ馬肉が輸出される実態がある。競争馬は競馬に出走するにあたり馬名登録を済ませることが義務付けられている。日本においては、馬名登録をするには万名競馬を除いて、公益財団法人ジャパンスタッドブック、インターナショナルによる馬名審査を通過しなければならず。 馬主の申請に対して、場名登録実施基準に基づいた審査が行われる。不適とされた場名は登録できず、変更を求められる。日本における場名登録の時期、方法については、以前はトレーニングセンターに入級するか、産地場大登録検査をするときに JRA に申請して、正式登録となったが、2002年から JRA、 なあのすべての競争場登録を日本経史は登録協会が一括して行うようになり、決闘登録証明書が発行され、次第場名登録ができるようになった。世界におけるルール競馬と生産に関する国際、協約によりアルファベット18文字までと決められている。ドイツでは、その競争場の競争場名の1文字目は、母親と同じ文字でなければならない。香港では、 アルファベットの場名の他に漢字表記の場名も登録する。なお、香港ジョッキークラブでは、ジャパンカップや外線文章といった香港域外の主要競争の馬券を独自に販売しているため、香港で出走したことがない競争馬に対しても漢字表記が設定される場合がある。日本におけるルールアルファベット18文字以内、かつカタカナ9文字以内。 アルファベットの場名とカタカナの場名を合わせて登録する。パリ協約調印以前に付けられた場名の場合、アルファベットの場名は18文字以内とは限らない。場名に使用できる文字カタカナのみ、1928年以降カタカナに統一される。それ以前の20世紀初頭までは漢字の場名があり、その後も第1、第3などの付いた場名は認められていた。またかつてザキング、 ザ・ビクター、ラ・フードルなど、役物の中黒を含む場名が認められていた時期もあった。場名に使用できる字数2文字以上9文字以内。1937年に7文字以内の字数制限が設けられ、戦後に9文字以内に変更された。10文字場名の競争場は、1936年の第4回農林商商天障害優勝場、ジユピターユートピアなどが存在する。 戦前で最も長い場名は、ナンバー投演知識スと、ゼスカーレツとピンパーネルでいずれも13文字である。また、2002年より10文字以上の場名の他に1文字の場名も、正式に禁止となった。1文字場名の競争場は、1934年春、デビューの矢が唯一、正式に禁止されるまでは、発音などに難点があるため使用しないように、指導していた。 9文字以内という字数制限のため、カツラの廃成イイコ、名称ビトリア、ファビラスラフィン、ハートランドヒリュ、カルストンライト、オーケンブルースリ、マチカネタンホイザなど、単語の一部の字を割愛して登録した場名も存在する。日本以外で登録された競争場を日本に輸入した場合、カナ天気の際には、文字数による制約を受けない。 しかしジャパンカップなどの国際招待競争に出走する輸入場が金場名にで9文字を超える場合に日本国内のシステムが対応できずに10文字目以降が省かれてしまう場合がある。例サイレントウィットネス9文字目までのサイレントウィットしか表示されない例があった。使用できない場名場名の変更競争場登録前であれば何度でも可能である。 競争馬登録後は年齢に関わらず、初出走前に1回に限り変更できる。初出走後はいかなる理由があっても変更することはできない。なお、1982年までは2歳児であれば1回に限り、初出走後も馬名を変更することができた。主な例として、時の実る第7報酬などが挙げられる。また、戦前であるが1942年札幌賞。 優勝馬、アルバイトが、トレードの際に馬名を繰り光りに変え、翌年の提出後焦点を制した例がある。さらには初出走後に、中央競馬から、地方競馬、または、地方競馬から、中央競馬に移籍した際にも、馬名の変更が認められていたが、中央競馬では1982年8月以降は、同名馬がいた場合などの例外を除いてできなくなり、 地方競馬においても2010年現在は認められていない。1986年のフジステークスとジャパンカップに出走したウェイバリースターは翌1987年にニュージーランドからオーストラリアに移籍したがオーストラリアでは同盟馬がいたことからアワウェイバリースターの名で出走した。日本には同盟馬はいなかったが1987年のフジステークスと ジャパンカップにおいても、アワウェイバリースターとして出走した。近年においては、日本出身場のオーストラリアへの遺跡が活発になっているが、2017年の函館二歳ステークスのカチューマ、カシアスの公衆遺跡時は、遺跡時にすでに同盟場がいたことから、日本語由来の獣の名前に変更されている。アルファベット表記アルファベット表記についてはかつては、ローマ字のみを採用しており、 また、速音の、が、つとして扱われるなどしていたが、1982年に出された、場名登録改善案の実施後は、外国語に由来する単語については原則として、言語を用い、ローマ字についても一部の超音を表記しないなどの対応がなされた。雑誌、優春では改善の例として、法要防衣のアルファベット表記が紹介されている。 ローマ字の綴り方は、外来語を除いて、ヘボン式に従うが、前述のように18文字以内の規制があるため、七筆については、字数オーバーとなる場合に限りし、c h i 図ではなく SITITU と表記することが認められている。例として、待ちフクキタルがある。従来、馬の名前には、主にスピードや強さを表す語がよく使われていたが、 1990年代以降は単なる、看護や和語、フレーズなどをそのまま馬の名前にした、いわゆる、珍名馬が増加している。代表例は、2006年の高松の宮記念を制した、俺はまってるぜをはじめとする、小田切雄一の所有馬、町金の冠をつけた馬を所有する、細川松尾、医師の国分順らである。一連の、珍名馬増加の背景には、 日本語のフレーズを馬の名前に最初に採用した小田切の影響、あるいは国際レースの増加に伴う海外の馬との名前の重複の可能性の回避などが強いと言われている。国際保護馬名は過去の優秀な成績の競争馬や主要な種母馬や繁殖品馬との馬名の重複を防ぐために国際競馬とおかつ機関連盟によりアルファベットで登録され管理されている。 2005年以降の登録基準は以下の通りである。以下、日本調教馬、日本国内の種母馬及び繁殖品馬における選出例を挙げる。一方で、ST、ライト、成田、ブライアンや小栗 CAP が未登録など必ずしも一貫して申請、登録されてはいない。主にセリー1で用いられる要名については現在は母の名前誕生年のパターンがほとんどで、 演技を担ぐために、はつらつという名を与えられた、オグリキャップのような例は、稀となっているが、血統名でも、同様の例がある。メジルポーク上では、母親の名前から一時取り、なおかつ、毎年違う漢字を一時付けて陽明にしている。また、陽明をそのまま、競争馬名にする場合も、稀にある。また、陽明と繁殖名が同じで、競争馬名だけ異なる馬も存在する。 また、広く知られるところでは、その誕生から、順地、育成に至るまでの期間を、JRA のイメージ CM で、ドキュメント形式で放映された陽名、風の王というサラブレッドが、1996年に、そのままの名前で競争馬登録されたことがある。前述のように競争馬は、両親の血統などに基づいて距離に対する適性が、 推測され、実際に競争を重ねるにつれて、競争を行うにあたっての適性が次第に明らかになる。そうした適性について記述する。日本においては、競馬の競争は現在では、平地競争は最短800メートル最長3600メートル、障害競争は最長4250メートルの距離で行われる。競争場にはそれぞれ得意とする距離のレースがある。 距離に関する適性は競走馬自身の走法や体型、気象、体質などの様々な要因の影響を受ける。競走馬生活を送るうちに走法や気象が変化し、それに伴って距離適性が変化する競走馬もいる。得意距離による馬の故障一般に短距離戦を、スプリント、長い距離での持久力を、ステー能力等という。どのぐらいの距離を短距離、 長距離とみなすかは時代や国によって大きく異なる。近年では1200メートル前後の距離をスプリント距離、1600メートル前後の距離をマイルなどと定義するのが一般化している。スプリンター・スプリンターとは短距離を得意とする競争馬のことである。一般に胴が短く筋肉質な大型馬にスプリンターの適性があると言われる。 逃げ馬が前残りで勝利することも、ままあるため、おとなしい従順な馬よりもスタートから追っていけるような、貴重な荒い馬に適性があるとも言われている。また、他のカテゴリーよりも瞬発力が豊富に要求される、傾向にある。2010年には、九州地区の交流競争として、九州スーパースプリントシリーズという900から950メートルの超短距離レースが試行され、 2011年には対象を全国に拡大し、地方競馬スーパースプリントシリーズとして、最短800メートル最長1000メートルの短距離シリーズが行われる。マイラーマイラーとは、1マイル前後の距離を最も得意とする競争馬のことである。スピード能力に優れるが、不適正の2000メートル以上の距離になると最後に失速する競争馬が多い。また、 燃えすぎる気象が災いして、距離適性が短くなる例もある。ただし、馬の自力やレース展開、機種の機道技術でカバーできることがある。逆に、スプリンターのようなスタートダッシュで走っていては、逃げ潰れてしまうので、1400メートル以下のレースでは、見せ場なく終わってしまうこともある。ステイヤーステイヤーとは、長距離を得意とする競争馬のことである。一般に、動が 長くすらりとした小型の馬がステイヤーとしての適性を持っていると言われる。長距離レースを勝つためにはペース配分が重要であるため、騎手に逆らって暴走することがあるような気の荒い馬は少なく素直でおとなしい気象の馬が多い。スタートで大きく出遅れることが多い馬は出遅れを挽回できる長距離レースでないと極端に不利となることが多い。ただし、レース中の不利を回避するため、 わざと若干で遅れて勝利するという希少例も存在する。ババの種類に関する適正日本では、芝とダート2種類のコースによってレースが行われる。芝コースを得意とする競争馬を、芝馬、ダートコースを得意とする競争馬をダート馬という。どちらのコースも得意である場合は芝ダート兼用、あるいは万能などと表現される。 近年の日本では競争馬を芝あるいはダートの一方に絞って出走させる傾向が強く、芝、ダート両方でグレード1競争を勝利するような万能馬は稀である。万能馬の例としては、アグネスデジタル等、ダートでフェブラリーステークス等を勝利などが挙げられる。また、芝コースでの成績が伸び悩んでいた馬が、ダートを転向した結果適性が見出されて、 体制するという例も少なくなく、中には、北戸ベが、アドガイアドン、金引きりのように、ダートのトップホースにまで登り詰める事例もある。ダートに関しては、競馬場によって、差質や砂の深さに違いがあり、ダート馬であるからといって、あらゆる競馬場のダートコースに対応できるとは、限らない。差質は、具体的には海砂とセンサに対別され、砂の採取地によっても、 走行時の感触などが異なってくる。また、アメリカのダートコースは押し固めた土で構成されているため日本のダートとは要求される能力が異なり、むしろ日本の芝コースのようなスピードが要求される。逆に、アメリカのダートで活躍した馬の子は日本の芝で活躍しやすい傾向にあり、日本で活躍する外国産馬の多くがアメリカ産である。 芝に関しても競馬場によって使用している芝の種類や産地が異なっており、また季節によっても異なっている。本州、九州にある競馬場では野芝と呼ばれる日本を原産地とする芝を使っている。これに対して北海道にある札幌競馬場と函館競馬場は緯度が高く平均気温が本州、九州にある競馬場よりも低いため、 用芝と呼ばれる海外原産の芝を使用しており、ケンタッキーブルーグラスなどの寒冷地に合うものを使用している。また、野芝を使っている競馬場でも陶器は芝が休眠状態に入り冬枯れを起こすため、イタリアンライグラスなどの用芝をオーバーシードすることで一年中緑色の馬場を保つことができるようになった。このように同じ芝でも競馬場によって違いがある。 北海道開催では、洋芝豪車と呼ばれる馬が活躍する例があり、函館記念を3連覇したエリモハリアーなど、北海道で一変する活躍を見せる馬も存在する。また、欧州遠征の資金石として、北海道でのレースで適正を判断するという例も、ある。馬場状態に関する適正競争場の中には、降雨や降雪によって悪化した馬場状態での競争を得意とする者がいる。 そのような競争馬を、道悪豪号車、重豪車、不良豪車などと表現する。また、馬場状態が、よくとも芝が踏み荒らされているなど、悪条件での競争を得意とする競争馬もいる。逆にこのような不良馬場や荒れた馬場を苦手とする馬も、多く存在し、グレード1競争を多数勝利するような、超一流馬でも、不良馬場では力を発揮できずに、 隠した相手に惨敗することも珍しくない。このような馬場状態に関する適性については、ひずめの形状、馬自身の性格、双方等が影響していると言われ、不良馬場を得意、苦手とする血統も存在する。一般に芝の場合、馬場が悪化すると足抜けが悪くなってより多くのパワーが必要とされ、走破時計が遅くなる。 逆にバーとの場合は馬場が悪化すると足抜けが良くなり、より多くのスピード、瞬発力が必要とされ、走破時計が速くなる。コースの勾配に関する適正競馬場の中には、コースの一部に急な勾配を持つものがあるが、そのようなコースを苦手とする競走馬もいる。そのような競走馬は、勾配のない平坦なコースでより良い成績を上げるため、平坦号車と呼ばれることがある。 左回り右回りに関する適正競馬の競争は、競馬場によって、コースを右回りに周回する場合と左回りに周回する場合とがあるが、いずれかを苦手とする競争馬がいる。逆に、左回りが得意な馬もおり、左号車などと言われる。なお、一般に競争馬は左回りに周回する場合の、方が右回りに周回する場合よりも速く走ることができるとされる。 ちなみに人も多くの人は、左回りの方が周回しやすいと言われている。ディープインパクトの場合、配線経験のあるレースはどちらも右回りのコースだった。持ち回りで開催される南関東公営競馬の4馬では、大井競馬場だけが右回りであるため、大井号車や逆に、大井ベタと呼ばれる馬が存在する。コースの大きさに関する適正競馬場のコースの、 大きさは様々であるが、普通はコース用地が広ければコーナーの曲線はより緩やかになり、小さければより急になる。周回距離も同様である。このカーブが緩やかで周回距離の長いコースを一般に大回り、コーナーが急で周回距離の短いコースを小回りと評するが、どちらかを得意にしたり苦手とする馬がいる。上記のコースの形状に関する。 様々な適性が組み合わされることにより、特定の競馬場を得意とする競争場も存在する。例えばシーズ島賞などは、平坦、左回り、小回りの三拍子が揃った2012年階層前の中京競馬場で量席を上げていたことから、中京豪舎と呼ばれたり、小回り、単直線、急勾配が揃った中山競馬場を有馬記念を含む、 重勝六勝と極めて得意にしていた祭りダご夫婦は、中山の鬼などと呼ばれていた。また、川崎競馬場や姫路競馬場のように、小回りながら急なコーナーと長い直線という、組み合わせの競馬場では、小回り適正、急コーナーに対する適正と直線の末足の両方が要求される。一般に、障害を飛び越する能力の高い馬は障害競争の、 適性を持つと言える。日本では多くの場合、平地競争で成績が振るわない。競争馬が障害競争に転向するが、平地競争の能力が著しく劣る。競争馬であっても飛び越し能力が優れているために障害競争で優れた成績を収める例は多い。競争馬の持つ性質や癖について記述する。知能競争馬に限らず、馬は動物の中でも 比較的知能が高い。生物の知性は、一般的に脳と全体の比率によって、知性の高さが予測できる。そのためただ単に脳の総重量が大きいからといって、人間より知性が高いとは限らない。例えば、知能が高い動物として知られるイルカの脳は、人間のそれよりも重量が大きいが、全体の比率が人間よりも小さい。全体の総重量と比較して、 脳の比率が馬よりも高い生物には人、犬、猿、猫などがいる。ただし他の生物と比較して記憶力は非常に良いという結果が出ている。実際に牧場で飼育されている馬などにもそのような姿を見られることがある。例えば引退後にヤシ大スタリオンステーションにてつなぎようされていたエルコンドルパサーは冬に 道が凍結していた時にその道で足を滑らせ、怪我はなかったものの転倒してしまった。それからというもの彼は、冬場にその道を通行する際には、非常に注意深く歩くようになったという。さらに、夏場でも、撒いた水で道路が、キラキラと光っているのを見て、非常に怯え、ひどい時は恐怖のあまり膝をついてしまうこともあった、らしい。また、 アメリカの研究者が20セットの図形を用いて、馬の学習能力の検討を行った。図形を1セットずつ用意し、そのうちの一方を正解と決め、どれか1セットを馬の前に差し出した時に正しい方を花で差し示せば、餌を与えるということを繰り返した。これを完璧に覚えるまでの期間は、毎日20分を93日だった。これは犬や猫と比較しても遅かったが、 それ以降同じ訓練を半年間全く行わなかったにもかかわらず、半年後に同様のテストを行ったところ、正解率は73%という非常に優秀な結果が出た。さらに競争馬がレース中にゴール板の位置を意識してレースをするという例は有名である。無敗で日本の中央競馬クラシック3冠を達成したディープインパクトがキッカショーのレース中に 突然ペースを上げるシーンがあった。これは馬がゴール板の位置を覚えていたため、コースを一周半するレースの一周目のゴール板通過を正規のゴールと勘違いし、そこにたどり着くまでに先頭に立たなければならないと思い込んで馬が勝手にスパートをかけたと起乗していた竹豊が語っている。ディープインパクトは一周目のゴール板を通過した後に、 落ち着きを取り戻しており、レースがまだ終わっていないことを理解したと想像されている。また、同じく無敗の中央競馬クラシック3冠を達成したシンボリルドルフは、東京優秀において、安状の岡部幸男が、レース終盤の大ーケヤキ向こうの3コーナーに、馬の位置取りが後方で反応があまりにも悪かったために焦って早めに仕掛けたものの、反応せず、無知を入れても、 そしらぬ顔をしていたという。ところが、直線に入った途端突然の猛スパートをかけ、見事に優勝した。後日岡部は、ルドルフがスパートをかけた時に、しっかり捕まっているとルドルフが言った気がした、と語っている。この経験から、岡部は、ルドルフに競馬を教えてもらったと語っている。当然馬が人ゴを介するわけはないが、高度な状況判断の能力があり。 状況によっては自ら判断を下すということは、競馬界ではよくあるらしい。重要なレースが近くなるにつれて、周囲の関係者の様子や会話の内容によって、重要なレースが近いと感じることはよくあることのようで、さらに、名馬の多くにはレースに合わせて、自らの体重を走りやすい程度に調整するといったこともある。精神馬は一般的に臆病で、 デリケートな性格の動物である。競走馬もこの例外ではなく、突然の大きな音などに怯えたり、驚いて立ち上がったり走り出すこともある。過去には競馬場から逃走した例もある。競馬場のパドックでカメラのフラッシュ撮影や大きな音を出すことが禁じられているのはこのためである。知能の高さや警戒心の強さなどから、極端に気難しい性格を示す個体も少なくない。 育成過程の中で受けたストレスなどが原因の場合もあるが、気象は親馬から先天的に遺伝すると考えられている。例として19世紀末から20世紀初頭にかけて世界的な一大血チ脈を築き上げた大守母はセントサイモンは現役時代から激しい気象を持つ馬として知られ、産区の多くにも気象難を伝えた。 物見競争場は基本的に臆病な性格で警戒心が強い。特に初めて足を踏み入れた場所や初めて見る対象に対して強い警戒感を示す。これを物見と言い、レースや調教において走りに集中できない要因となることがある。これらは調教によって克服することが望ましいが、馬の視界の一部を遮ることで改善を図るバグの装着が認められている。 競争馬は、馬が離感する疾病のほか、競争馬に特有、または多く見られる疾病や負傷に見舞われることがある。以下、それらについて詳述する。なお、脚部に関する疾病や負傷を特に故障ということがある。故障の疾病、負傷が重度のものである場合、競争馬が生命を失うこともある。重度の骨折など回復が困難な故障を発症した場合、 当該競争場に対して予後不良と診断され薬物を用いた安楽死措置が取られる。また、筋腱の損傷等治療は可能であるものの競争による強度の負荷に耐えうる程度まで回復することが見込めないような場合には競争能力喪失と診断され引退、繁殖場転校等を余儀なくされる場合もある。競争場の故障はレース中や調教中に発症することが多い。 脚部に故障を発症した競争場は足を引きずるなどの歩行異常を見せることがある。故障は競争場の競争能力に影響を及ぼすことが多い。ドーピング、すなわち競争成績を向上させる目的で薬物を競争場に投与する行為は近代競馬が行われるようになった当初から行われていたとされる。古典的なドーピングの手法としてはアルコールやカフェイン、 覚醒剤などの投与が挙げられる。日本の競馬においては、競馬法第31条で、競争馬の競争能力を一時的に高める薬品、または薬剤を使用したものへの刑事罰を規定し、中央競馬では、日本中央競馬会の競馬の施行等に関する規約、第56条、第59条、別表2で禁止薬物が規定されて、おいる。薬品によっては、 ドーピングの対象となるかどうかについて主催者によって異なる判断がなされる場合もある。そのため競争場が外国に遠征をした際に遠征元の国では禁止されていない化学物質が遠征先の国で禁止薬物として検出され処分が下される例もある。なお主催者によって禁止指定薬物が異なることはスポーツ界においては一般的であり。 禁止指定薬物リストを出場予定の主催者に紹介し入手するのが通例である。競争場に対して第三者が故意に禁止薬物を摂取させ、ドーピング検査によって失格に追い込もうとする企てがなされた事例も過去に存在する。日本におけるこの種の代表的な事例としてはバスター事件がある。またステートジャガー事件について、 この種の事例だったのではないかという見解がある。2018年に発生した岩手県競馬組合の事例でも、この可能性が疑われたため、容疑者不詳のまま刑事告発に至っている。競争後直ちに競馬場内にある検体所に移動資料を採取する。その検体は即日で競争バリ科学研究所に送られ、検査を行う仕組みである。 禁止薬物が検出された場合は直ちに関係者に事情聴取を行い処分を決定する。場合によっては刑事告発もなされる。江戸時代、欧州では、いわゆるサラブレッド生産と現代式の競馬が体系化、整備された時期を迎え、鎖国化の日本にも、わずかに欧州産の血統管理された馬が輸入された。著名な例としては、1863年に、 フランス皇帝ナポレオン三世から徳川家持ちに贈呈された26頭の春馬がいる。この時の一頭である頻馬の高佐子は、ハラミゴのアズマを生む。アズマの子孫は、明治前期を通じて、大いに繁栄し、13頭の提出後焦点競争の勝馬を出したほか、1955年の最良アラブに選出された辰友トムや1999年、 なあ、ナーアラブ系最優秀3歳馬、発酵ディオスをはじめ称は、平成の時代も活躍馬を排出し、現在でも、地方競馬の重症化中馬を出している。しかしながら26頭のうちのほとんどは、間もなく防震戦争になり、その後は明治政府関係者が私物化してしまい、国産馬の改良には寄与しなかった。この時代には、このような名春が日本に持ち込まれたにもかかわらず、 欧州式の馬産、品種改良の方法論は導入されなかった。近代的な馬産が行われるには、その後を待たねばならない。横浜競馬場では、設立当初は日本馬と中国産馬によって競争が行われていたが、後に競争馬の質と量を確保する目的で、主にオーストラリアからサラブレッド競争馬が輸入された。当時の日本には、 血統登録制度が確立されておらず、こうしたゴーシューサンサラブレットは後に公式な記録が始まると、血統不祥場となった。これらの堀サラは競争引退後に払い下げられ、日本各地で繁殖に供されたが、ミラなどの大いに活躍したごく一部の競争馬を除いて、血統や競争の記録は失われ、単に幼衆馬として供養された。高砂や、 アズマも同様の扱いを受けており、血統管理と淘汰に立脚した品種改良を目的とする近代的な馬さんはまだ確立されていない。明治時代、政府による近代的な産業振興策に基づいて、日本国内では官民による様式の牧場が各地に開設された。これらの牧場の内著名なものとしては、内務大臣、大久保利道が 旧幕府の桜牧のトリカを改良して、岩山慶義に監督させた下尾佐五稜牧場、北海道開拓市、黒田清隆が、エドウィンガンを顧問に、日高に開いたニーカップ牧場、三菱財閥が岩手に開設した、小祝農場、八戸に追放された合津藩市、広沢康藤が1872年に起こした、青森の広沢牧場などが挙げられる。 これらの牧場では、乳牛、肉牛、綿用、肉豚などと並び、常用馬、貨車用馬、農工馬など様々な目的で様々な品種の馬が輸入され、血統のはっきりしない在来種、洋種、血統のはっきりしているアラブ、アングロノルマン、アングロアラブ、ギドラン、ハクニー、トロッターらに混じってサラブレッドが繋ぎようされているといった状態で、 これらの交配によって雑種も生産された。この時代にはサラブレッド種母は、主品馬の数が絶対的に不足していたこともあり、競争用のサラブレッドの生産が本格化するのはもう少し先のことで、様々な種の雑種の生産や育成を通じて、西洋式の馬産の方法技術を模索していた時期と言える。明治初期には広沢牧場をはじめ各地に、 西洋風の方式を取り入れた牧場が創設されたが、これはもっぱら特権を失った氏族への受産という、性格が濃く、計画的な馬の品種改良には至っていない。体系的な馬さんが開始されるのは明治中期のことで、ある。1894年の日清戦争、1899年の義和団の乱、1904年の日露戦争に際し、陸軍は、 群馬として在来種を中心とした日本三馬を大陸に連れて行き、西洋の馬との差を通感することになる。ギワダンのランゴの北京では、駐屯する西洋列強の群馬に比べ、日本三馬は馬力、速度、持久力、イサム性とすべてにおいて、著しく劣っていることが明らかになる。列強の馬に比べると、日本三馬は20センチほど体高が低く、 走らせると1分で180メートルも引き離された。性質も悪く、日本三馬は集めて繋ぐと暴れ、物資を運ばせれば転倒し、大砲を運ばせれば、動きが鈍く、騎手の指示に従わず、牝馬を見れば発情し、銃声に驚いて逃げ出すありさまで、西洋列強の軍隊との共同作戦において、隊列を乱したり、抗軍を遅らせたりと列国に、多大な迷惑を与え、 西洋からは日本の馬は猛獣化とか日本の騎兵は馬の一種に乗っていると嘲笑された。慌てた軍部は日英同盟を頼って豪州からサラブレッド牝馬を大量輸入するがこれらの馬は結局戦場には連れて行かれず民間に払い下げられた。特に日露戦争の陸戦では日本側の人的損失は甚だしく。 戦後の国内世論は西洋並みの優秀な軍馬を育成することが急務であるととき、やがてそれは明治天皇の知るところとなる。1904年に政府内に馬政調査会が設置されて、国内各地に官営の主築場が開設されていたが、もともと馬術に関心の強かった明治天皇は元老伊藤博文に馬筆改良を命じ、1906年には 第一次、桂太郎内閣直属の馬筆改良を目的とした、馬政局が設立、農商務、外務、大倉、低信大臣を歴任した、曽根荒助男爵が馬政局長官に任命され、群馬改良を柱とする馬政30年計画が、上層された。馬政局は奨励する、種馬の種類として、軽種に、サラブレッド、中間種にハクニー、白ニ位。 住所にペルシュロンを指定し、これを補うものとしてギドラン、アングロアラブとアングロノルマを選定した。これを受けて、国営の大牛地区牧場では1906年に、豪州サンバ128頭を輸入、翌年には、インフォーメーションなどのトネボバを導入した。区内省管轄の下兎五領牧場は、1907年に、ブラマンテーサッパーダンスなど、 サラブレッドシュボバ4頭をイギリスより輸入するとともに、雑種のつなぎオーバーを売却処分した。民間では、三菱財閥の小祝農場が1907年、シュボバ、インタグウ王と種品場20頭をイギリスより輸入し、本格的なサラブレッド生産に着手した。この時、小祝農場に輸入された主品場のうち、ビューティフルドリーマー、フロリースカップ、アストニシメント、 プロポンチスなどの子は特に優秀で、これらの小祝い農場の基礎輸入品場の子孫は現在にまで連なる繁栄を示している。ありがとうございます。